世界滅んだ。天使が現れたよ。やったーおはようございまーす。ティエット、申しまーす。今回はこちらのゲームをやっていきたいと思います。読み物です。今回も読み物ですね。今回はね、また別の作者さんのゲームになります。まあ、世界滅んだんで天使現れました。やったねというね、なんだかネタ系がありそうですが、はい。私はね、ちなみにね、ずっとこの、さっきからね、右上にね、惹かれております。認識次第で、世界は変貌を遂げる。それは、いずれも、真実だ。さあ、神聖の世界の真実を、選べ。傲慢かつ理不尽なる名もなき彼身のざれ言。ここ、昼間、俺はいつものように学校の教室で授業を受けていた。うん。教師の言葉を聞き、理解し、黒板に書いてある内容も含め、要点をまとめてノートに書き写す。クラスメートもそれぞれノートに書いたり書かなかったり、隠れてゲームをしたりして過ごしている。いたなぁ。いたかもしれんわ。高校時代の時はまだ受け取ったからわかるけど、なんかいたわ、そういうやつ。毎日変わりない授業風景だ。隠れてゲームはバレるけどなぁ。たける!そういえば、帰りにケーキを買って帰らないとな。中学生の妹に、お兄ちゃんの高校からの方が、ケーキ屋さんに近いから買ってきてと頼まれたんだった。特に不安のない、いつもの日々。びっくりしたー。それは、唐突に終わりを告げた。びっくりしたー。パリーンって聞こえた。突然、視界が白い光に包まれて、何も見えなくなる。なんだ?おう。けれど、すぐに白い光が消え、視界が戻ってくる。元に戻った視界は、元の光景を映してくれなかった。はぁ?目の前には瓦礫が転がっていた。意味がわからない。俺は教室にいたはずなのに、なぜか周囲が瓦礫だらけの場所に椅子が座っていた。いや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 、椅子は無事なんかい。じゃあ椅子無事なんや。相当頑丈な椅子やな。椅子、机は?周囲をよく見渡しても、人は俺以外一人もいない。数十秒前は、クラスメートや教師がいたというのに。なんだ?何が起こった?わからない。夢を見ているとしか思えない。そうだね。うたた寝しちゃったんじゃねえかって思うよね、これ。そうでなければ。幻覚か?だけど意識が鮮明だ。いや、結構夢でも意識鮮明な時ってあるよ。僕はあるかな。うん。だからこれが夢だって自覚はないけど、割となんか意識があって、なんかいろいろできる。うん。わからない。どういうことだ?今、俺はどういう状況にあるんだ?突然瓦礫だらけの光景。さっきまでいた人がいない。そんな状況。何度考え直しても意味がわからない。どんな状況だ?困惑と恐怖しかわからなかった。息が荒くなる。突然、異常な世界に放り込まれた人は動揺しかできないのと知った。マジか。異世界転生とかしてさ、やったーって喜ぶやつもいっぱいおるけどな。うん。どうすればいいんだ?頭を抱えた。しばらく頭を抱えたまま息を整える。整えていく。ふう。少し落ち着いた。とりあえず、動かないことには何も始まらないだろう。落ち着いて考えれば、そんな結論に至った。
まずは、家族に連絡しようとポケットからスマホを取り出す。君自身に怪我はないんだよね。すごいね。君自身に怪我とか何、一切ないの。そんな瓦礫の山の中に椅子に、椅子、頑丈な椅子に座って。起動しようとしたけど、つかない。なんでだよ！何度も起動ボタンを押してみたけど、つかない。このスマホは数週間前に買い替えたばかりの新品だ。それが壊れていた。しかし、俺の座っている椅子は無事だった。とにかく今は家族と会うことが最優先事項なんだ。みんなの無事を確かめなければ安心できない。うちに帰ろう。瓦礫を避けながら移動していく。そうすると一つのことが分かった。え？この瓦礫だらけの場所は多分学校だ。すべて壊れてはいるけれど、ところどころ元の場所の面影がある。椅子もあるんでしょ？頑丈な椅子先輩もいたんでしょ？机や黒板、グラウンド、校門らしきものを見つけた。結構まあ、グラウンドはわかると思うんだけど、やっぱり全部壊れてるけれど。なら、俺はさっきまでと全く別の場所にいるわけではないということ。よく怪我ないね。なんで怪我一つないの？家の場所までの位置は変わっていないはずだ。校門だった残骸の間を通って、俺は、瓦礫の山となった学校から出た。高校から家までの通学路を歩いていく。通学路にも一っ子一人見当たらない。よく登下校の際に見ていたポストが倒れて風化していた。でも椅子は無事だったんだよね。タケルも無事なんだよな。立ち止まる。なぜ風化しているのか。なぜこんなことになっているのか。なぜ？なぜ？なぜ？何もわからない。俺は、このポストに年賀状を入れたことがある。漫画雑誌の読者応募プレゼントのハガキを入れたこともある。ああ、わかる。めっちゃわかるわ。もう、それはできないのだろうか。ポストに入れても回収しに来る人がいないかもしんないね。さらに歩く。よく渡っていた道路にある信号が、光をなくして垂れ下がっていた。なぜ？もう、疑問に思うことすら面倒になるほど何もわからない。まっこて失礼な言い方するけどさ、この背景がさ、無事なのよ。背景、他の家はなんか、ポストは倒れて風化してたんだろうけどさ。俺はこの信号を何度も見上げてきた。けれど、もう見上げることはないのだろうか。いつも見ていたものが、変わり果てた姿になっている。それは、思ったよりも大きな寂しさを俺に感じさせていた。まあ、パッと見なんか、まあ、家とか、電柱とか大丈夫やけどな。もっとなんかやばいことになっとるはずなんやが。俺の家族も、同じようになってしまっているのだろうか。まあ、椅子が無事だったから大丈夫じゃない。だけど、今の状況はすでに訳がわからない。何があっても、どうなっていても、おかしくないのかもしれない。いや、やめよう。こんなこと考えても、悪い方に思考が転げ落ちていくだけだ。俺の家族は無事だ。無事だと思え。消えてなんていない。そんなことにはなってないはずだ。不安感が増大しかしない現実がひどく嫌だった。家に着いた。二階建ての木造建築だ。木造建築。うん、二階建ての。どうなってました？家は廃墟と化していた。あ、なるほどね。もうこれはもう走馬灯みたいなもんや。うん、言ってしまえば。これは走馬灯みたいなもんっすね。うん、よくわかりました。なんでだよ。なんで白黒で無事なんだよ。不安感と絶望感が心に沈んでいく。唾を飲み。意を消して玄関のドアノブに手をかけ家に入る。なんで無事なんだよ、そこ。そこ無事なんかい。ドアノブに手をかける間もなくさ、廃墟やったらさ、もう家の面影なくないか？自分の家に帰るのではなく、他人の家に忍び込むような感覚を覚えた。内部は荒れ果てていた。めっちゃ綺麗やけど。畜生！勢いで行こう。リビングのドアを開けて入る。綺麗なリビングだ。埃に満ちて、床が一歩踏み出すことにきしんだ。吹き飛んでるわけじゃないのね。学校吹き飛んだけど家無事なんね。
学校吹き飛ぶけど家は無事なんやな。うん。リモコンを取ってでボタンを押してみるが電気はつかない。つかんだろう、そりゃ。電気が通ってねえだろう。テレビ本体の電源を触ってみたがつかない。机の上に飾ってあった写真は風化していた。俺と妹の光と母さんと父さんとばあちゃんとじいちゃんが写っている。結構すごい家庭やな。全員笑ってんのに、風化した写真が物悲しさしか与えてくれなかった。おかしい。そうだよ。おかしいんだよ。そうだよ。おかしいよ。狂ってる。俺だけ別世界にも来てしまったからのようだ。一人呆然とする。もう家族の無事を信じることがあまりできない。どっかに避難してるっていう思考に至るかな。防空壕とか。このまま俺は一人なんだろうか。嫌だ。恐怖心が膨大に襲い来た。どうしようもない衝動に駆られて走り出す。家の中の全部の部屋を片っ端から開けて確認していく。ただの廃墟しか目に映ってくれない。それかタケルが実際廃墟に見えてるだけかもしんないけど、どっちだろうな。俺の部屋にあった漫画も少し乱暴に触れただけでボロボロと崩れてしまった。かなり時間が経った状態になってしまっている。でも椅子は無事だったんだよな。俺もこんな風に一人、家一人だけで崩れて、怖い、怖いよ、怖いんだ、恐ろしい、一人は嫌だ。瓦礫だらけの街を俺は放心したままさまよった。とにかく誰かに会いたい。なんで誰もいないんだ。世界は俺一人だけになってしまったのだろうか。まだ全てを確認したわけじゃない。探そう。人を、誰かが見つかるまで。今まで適当に歩いていたけど、意志を持って探そう。家の近所より見知った場所を回ることにした。近くの公園に着いた。幼い頃、妹と遊んだ場所だ。子供一人いなかった。コンビニに来た。よくカップラーメンとかを買いに来た場所だ。ここにも人は見当たらない。肉まん置いてある。カップラーメンの容器を開けてみたら食べられそうな色をしていた。缶詰は錆びていないし、缶の袋は膨らんでもいないから食べられそうだ。だけどカップラーメンと缶詰以外、食材は全滅していた。乾パンとかは？ああ、商店街まで来た。よく利用していた喫茶店が、見るも無残な姿やと変わり果てていた。これはまあ、だからその前のことね。これは商店街だよと。俺はかなりのヒールで放課後に奥の席でコーヒーを飲んでいた。ここのコーヒーは絶品だったんだ。もう飲めないのかな。ダウンタウンストリートって書いてある。結局どこも廃墟。誰もいない。急にこんなわけのわからない状況に放り込まれて、ただただ焦燥感と恐怖しか与えられない。俺が何をしたって言うんだ。椅子に座ってたよ。俺は成人ではないけれど、ここまでのことをされなければならないような悪事を働いたこともない。いや、事故だって病気だって誰もに平等に訪れることがある。ならこれも不幸な事故なのか。そうだと割り切れというのか。なんで自分だけ生きてるんだじゃあってなるよね。ふざけるな。うわー、畜生。打開策は、わからない。ただ、高校生風情に何ができるって言うんだ。結局、歩いてみるしかない。どっかに人がいないか探すんだ。何時間も歩いた。景色が大して変わらない。元の面影が残ってはいるが、廃墟しか存在しない世界。人も、動物も、虫すら見当たらない。アリも？マジで？おお！聞こえる音と言ったら、風の音と、それに揺れる木々の音ぐらいだ。足が重い。歩き詰めで足が痛い。休みなよ。
ところどころコンクリートが荒れて足場の悪い場所があるから余計に体力は消耗させられている。足に力を入れてあげる。痛みと倦怠感が蝕む。足を下ろして一歩進む。その度に鈍い痛みが襲って辛い。一歩進むごとの体重移動と振動すら苦痛だ。体にかかるわずかな負荷ですら背くに感じるほど疲弊していた。今日はもう無理だ。その辺に立っている元住宅であっただろう廃墟に入り、布団を借りて一晩眠った。布団無事なんだ。数日歩いた。何も景色は変わらない。多分食料はコンビニでなんか適当に食ったんだろうな。今はどことも知れない街を歩いている。会いたい妹に、光に会いたい、母さんに会いたい、父さんに会いたい、ばあちゃんに会いたい、じいちゃんに会いたい、友達に会いたい。友達いんのかよお前、羨ましいな。会えないのかな。なんでなんだ。誰のせいだ。俺をこんな目に遭わせた誰かがいるのか。わからない。何もわからない。でもさ、人ってなんか3日間喋らないと、なんかさ、誰かと喋らないと狂うとかよく言う話もあるからな。もうそろそろ限界になってんねんな。全部突然終わらされた。何もかも突然だった。もう嫌だ。今日も歩き疲れて誰かの家を借りて寝た。ん？夢。そうだ、これは夢だ。いつもの朝がそこにはあった。2階にある自室から出て家族のいる1階リビングに降りる。おはよう。家族とおはようを交わす。いつもしていた何気ない行動だ。今は、随分遠い場所に思える大切な日常。お兄ちゃん、今度遊園地連れてって。急になんだよ。いいでしょ？まあいいけどな、暇だし。結局、俺はいつまでも光に甘かったな。お弁当できたわよん。母さんが弁当の包みを俺と光の二人分持ってきた。いつも母さんに弁当を作ってもらっていたんだ。ありがたいよねこれって。実は早送りしてね。俺は購買のパンでもいいって言ったのに、ありがたいことに毎日作ってくれていた。ありがたいなそれって。意外と当然な風に思っちゃうかもしんないけどさ、苦労してんだよな。おなんや、それじゃあ仕事行ってくる。行ってらっしゃい。お父さんも今度遊園地行こう。おう、休みの日な。仕事で疲れてるだろうに。父さんも妹に甘かった。うん。おお、じいちゃんも一緒に行ってジェットコースター乗るかな。じいちゃんジェットコースター乗れんのかよ。やめてくれよ。もっと老体をねぎら、わずらわってほしいと常々思っていた。ばあちゃん微笑んで緑茶を飲んでいた。喋らないのか。いつも笑っている優しいばあちゃんだった。アフレコできないのか。あ、そろそろ夢が終わる感覚。意識は次第に浮上していく。遊園地に行く約束、もう守れないのだろうか。嫌だな。嫌だ。本当に嫌だ。夢が覚めたら木が腐った天井が見えた。窓の外を見ても、廃墟と瓦礫だけ。変な笑いが出た。また歩き続けた。無心で歩き続けるだけの存在と化していた。そして、限界が来た。あ、ふっと一瞬で生死の限界が来た。パタリと倒れる。灰色の場所で一人心が死にかけて、なんでなんだ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 、嫌だ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 、誰か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 、頭をかきむし唇を噛み切る。
空に涙の出ない慟哭をした。力の体が弛緩する。もう一歩も歩ける気がしない。もう何もかもどうでもいい。足音？え？足音が聞こえた気がした。緊張か？違う？この世界で誰かがいるはずがない。俺がどれだけ歩いたと思ってるんだ？もう希望なんて持てない。俺は一人きりだ。でも聞こえるんだ。足音が。トン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 って。これは現実か？本当に？もうどっちでもいいか。疲れた。それでも足音は近づいてくる。そうしてすぐ近くで止まった。薄暗い空を遮る影。誰かが俺を覗き込んでいた。大丈夫ですか？綺麗な声だ。この世のどんな音よりも綺麗だと思った。今はそう思うわな。夢か幻聴だろ。出なければ俺の頭がおかしくなったんだ。やっと人を見つけました。けれど近っ。その顔を見た瞬間、夢とか幻とかどうでもよくなった。綺麗、可愛い、そんな言葉では語ることのできない詩情を感じたのだ。先までの嫌な考えが全部吹き飛んだんだ。その女の子はとても現代的な服装とは言えないコスプレのような格好をしていた。そうだね。そうだね。うん。不思議な槍のような杖を持っている。少し、いやかなり不思議な女の子だった。国宝の芸術品のような綺麗な肌。なんだなんだ、ポエマーかおめえは。澄み渡る空のような青い瞳。ふわふわな甘い色の髪。そのすべてが俺の心を激しく揺らし、急速に惹かれた。やめとけよそういうの。こんな顔本当に実在するのか？今、俺前に存在するのか？こうして見えているんだ。存在するに決まってる。あなたもずっと一人だったんですか？俺はほうけたままうなずいた。私もです。でも、もう大丈夫です。女の子は俺を抱き起こして抱きしめてくれた。温かい。優しい感覚が広がる。一人じゃありません。私がいますよ。俺は自然と涙を流していた。彼女も俺と同じ境遇なはずだ。突然こんな世界に放り出されて、人を探して憔悴しているのは、俺と変わらないだろうに。それなのに、初めて会った俺に、優しさを与えてくれたんだ。天使か。見た目だけではなく、彼女の心も、この世の何よりも美しいと思った。俺はすでに死んでいるのかもしれない。ここは天国で、彼女は天使なのかもしれない。疲労が限界だった上、安心したからか、意識はまどろみにぼやけていく。もう大丈夫です。ああ、俺は、救われ。